こんにちは。歴ショックです。今回は、武田勝頼の出自の弱さにも関係する武田信玄の7人の妻のその後について紹介します。武田信玄には、嫡男の武田義信を産んだ三条殿の他に、武田勝頼を産んだ別妻の諏訪御良人など、多くの別妻、妾がおり、子供の数は計15人に及んでいます。武田氏では、正室の三条殿の権力が強く、別妻は出産する子供の数も管理され、三条殿の実子、三条殿が管理した妾の子に比べ、武田勝頼など別妻の子の身分は一段下げられるなど、明確な格差がありました。しかし、嫡男だった長男の武田義信が亡くなると、別妻に作った格差があだとなり、信玄と三条殿は、勝頼を後継者とするか、妾の子の仁科盛信を後継者とするかという選択を迫られます。今回は、武田氏滅亡の原因にもなった武田信玄の7人の妻について、別妻、妾、正室の順に、一人ずつ紹介していきます。信濃の国衆を支配するために、娘を妻に迎える。信玄の3人の別妻。武田信玄は、信濃の国衆、諏訪氏、熱氏から妻を迎えており、正室より格下の別妻という地位ではあるものの、外交の一環として、婚姻を通じて両者を服従させていました。そのため、両家をつなぐ婚姻として、信玄は正式な婚儀も行っており、別妻たちは、奥向きの統括者である信玄の正室、三条殿の下に位置づけられています。信玄の別妻として最初に確認されているのは、信濃小佐方郡の国衆、熱元直の娘で、1542年に信玄の元に腰入れしています。この時信玄は21歳で、父の信虎を追放して家督を継いだ直後のことで、この年の7月に諏訪氏を滅ぼしていました。熱氏は諏訪氏に従属しており、諏訪氏の滅亡を受けて武田氏に臣従し、当主の元直が、臣従の証として信玄に娘を嫁がせたものです。しかし、元直の娘についてはほとんど自責が伝わっておらず、元直の娘の死によってか、1560年頃に、熱氏から新たに、熱上庵の娘が妻に迎えられました。熱上庵は、熱元直の嫡男にあたる人物で、信玄は、熱元直の娘の代わりに、彼女の姪を新たに妻に迎えて、熱氏との関係を保ったことになります。上庵の娘は、1563年に、信玄との間に、7男の武田信清を設けました。信清は、武田氏滅亡後、上杉景勝に嫁いでいた姉の菊姫を頼って、上杉家臣となっており、上庵の娘も信清に従って、上杉氏の下で過ごしていたと考えられ、関ヶ原の戦い後の1615年に米沢で亡くなりました。熱氏の出自にあたる信濃の有力国人、諏訪氏から妻に迎えられたのが、武田勝頼の母、諏訪御良人です。信玄は、家督相続直後の1542年に、信濃に出兵して諏訪氏に勝利し、諏訪御良人の父、諏訪頼重を甲府に連行して自害させ、諏訪氏を滅ぼしています。それ以前に、信玄の妹、ねねが諏訪頼重に嫁いで、嫡男の千代宮を産んでおり、頼重自害後には、信玄は、千代宮を傀儡として、諏訪領支配に当たっていました。しかし、1544年にはねねも亡くなり、千代宮は出家させられ、武田氏と諏訪氏を結ぶ関係は消滅しており、新たな関係構築のために迎えられたのが諏訪御良人だったのです。諏訪御良人は、公用軍官には人情隠れなき美人と表現され、信玄がその美貌と人柄に惹かれて結婚したと言われ、山本勘助が反対する家中を説得して回ったとされていますが、実際は、外交策の一つとして妻に迎えられていました。諏訪御良人は、1545年、14歳の頃に腰入れし、翌年には、信玄にとって初めての諸子となる武田勝頼を産んでいます。この時、諏訪御良人の生母で、信玄の妹が腰入れしてくるまでは諏訪頼重の正室の地位にあったとされる御身も、娘に付き従って共に暮らしていました。勝頼は、諏訪氏の通じ、よりの字を受けていましたが、勝の字は信玄が家臣に与える字で、実子でありながら、一門衆に与えられる信の字は受けられていませんでした。このことから、勝頼は早い時期から諏訪氏の後継者と考えられていたことがわかりますが、元服後の勝頼が継いだのは、
母の実家の諏訪宗家ではなく、高遠城を拠点とする所流の高遠諏訪氏です。諏訪御領人は、勝頼が10歳の時に、23歳の若さで亡くなっており、息子の元服を見ることはついに叶いませんでしたが、聖母のお御師は、娘の死後も、孫の勝頼の庇護を受け続けました。その後も、勝頼は諸子でありながらも、兄の劉邦が盲目であったこともあり、信玄の次男かつ、一門衆筆頭として扱われていきます。織田信長の養女、劉松院を正室に迎え、武将としても一人前になっていましたが、別妻、諏訪御領人の子であり、諏訪氏を継いで家臣の列に加わっていたため、嫡男の武田慶喜のスペアに位置づけられることはありませんでした。諏訪御領人の出自に牽引するこの格差が、後に武田氏に亀裂を生むこととなります。正室の代わりに、信玄の子供を産む。信玄の二人の妾。勝頼の母、諏訪御領人ら別妻とは別に、正室に仕える寝坊衆から選ばれて、信玄の妾となっていたのが、油川殿と慶寿院殿の母の二人です。油川殿は、1528年生まれで、信玄、三条殿夫妻の7歳下にあたり、西名盛信をはじめ、信玄との間に2男4女を設けました。油川殿は、武田信玄の王子、油川信義の孫とされていますが、信義は、武田信虎と武田宗家の地位をめぐって争い戦死し、油川一族も続滅の浮き目にあっていました。油川信義の子で、信玄に従い、1550年の砥石崩れで戦死した油川信友が、油川殿の父にあたると考えられているものの、油川氏は続滅していたことから、武から油川氏の名跡を継いだだけである可能性もあります。油川殿は、信玄の正室、三条殿に寝坊衆として仕えており、三条殿が最後の子、賢章院を産んで子を産まなくなってから、三条殿によって妾として選抜され、信玄の元に送り込まれました。油川殿は、1550年、23歳の時に、後に木曽義政に嫁ぐ新竜院を産んだのを皮切りに、36歳になるまで、13年間にわたって、計6人の子を産みました。四女の東遊荒女は幼くして亡くなったものの、新竜院、西名盛信、桂山信貞、松姫、菊姫の5人の子は無事に成長し、西名盛信、桂山信貞の2人は配下の国衆に養子に入れられ、武田氏を支える有力一門になります。松姫は、実現はしなかったものの、信長の嫡男、織田信忠との婚姻が決められ、菊姫は、信玄死後、越後の上杉景勝に嫁ぐなど、武田氏の外交を支えました。妾である油川殿の子は、正室である三条殿の管理下に置かれ、三条殿の意向で、武田市内での処遇や嫁ぎ先が決められていました。そのため、妾の子であるにもかかわらず、油川殿の子供たちは、最初から家臣扱いされていた、別妻の子である勝頼よりも優遇されるといった逆転現象も起きています。油川殿が、36歳で菊姫を産んだのを最後に出産しなくなると、新たに妾が迎えられており、1565年以降に7女の慶寿院殿と8女の信玄末氏の娘が生まれています。この2人の母親については何も分かっておらず、2人が別々の母親の子なのか同一人物の子なのかも分かっていません。2人は武田氏滅亡時には幼少だったからか誰に嫁いだのかも分かっておらず、慶寿院殿は武田氏滅亡後は京都で過ごしていたと米沢藩上杉氏の記録に伝えられているのみです。八女についても、新朝後期に、武田勝頼に従って亡くなった人物として、末氏の娘とのみ記されているだけで、信玄晩年の妾、及びその子供たちは謎に包まれています。信玄の女性関係をすべて管理するも、勝頼の擁立には反対する。正室、三条殿の生涯。信玄の正室としては、武田義信らを産んだ三条殿が有名ですが、それ以前に信玄は、武蔵川越城の近江ヶ谷上杉智興の娘を正室に迎えていました。近江ヶ谷上杉智興は、相模から勢力を広げる北条氏綱に対抗するために、武田信虎と同盟を結び、その証として、1533年、信玄が12歳の時に、娘の上杉の方を信玄の正室として送り込みます。それ以前に信虎は、上杉智興の養父、上杉智義の姉妹を妻に迎えており、
武田氏と扇ヶ谷上杉氏は二重に婚姻関係を結び、信虎は扇ヶ谷上杉氏と共に北条氏と戦っていました。上杉の方は信玄とあまり年齢が変わらなかったとされますが、結婚の翌年に解任したものの亡くなってしまい、やがて上杉智興も死去し、武田氏と扇ヶ谷上杉氏の同盟自体が消滅していきます。それから数年経って、京都の公家、天保林三条家から正室に迎えられたのが三条殿です。三条殿の姉妹は、それぞれ、室町幕府管領の細川晴元、本願寺賢女に嫁いでおり、京都とつながりのあった今川氏経由ではなく、武田氏独自の京都とのつながりによって迎えられた人物であると考えられています。三条殿が信玄に嫁いだ時期は確定できないものの、同い年の二人が15歳だった1531年頃の出来事と考えられており、1538年に長男の武田義信を産んだのを皮切りに、9年間で三男二女を設けました。武田義信は、信玄の嫡男として順調に成長したものの、次男の劉邦は15歳の頃に失明し、三男の信行は10歳で亡くなっています。それでも劉邦は、失明前から、信濃の国衆、雲野氏の継承が決められており、後に出家はしているものの、嫡出の子として、信玄の信濃支配に貢献しています。長女の大梅院は、三国同盟の一環として北条氏政に嫁ぎ、次女の兼松院は、武田一門の穴山信忠の正室となり、信玄の領国支配の要となる婚姻の駒となりました。三条殿の武田家中での当初の地位は、先代信虎の正室で、信玄の生母にあたる随雲院の下で、奥向きのトップ、火災の地位も随雲院が握っていました。1552年に随雲院が亡くなったことで、三条殿は31歳にして、ようやく武田氏の火災の地位に上っています。三条殿は、正室として強い権限を持っており、結果論かもしれませんが、諏訪御両人などの別妻は、子供の数を一人までと制限されていた可能性もあります。妾についても、自身が子供を産まなくなってから、油川殿一人だけが認められており、信玄が好きな女性を自由に妾にできるわけではなかったものと考えられます。三条殿は、信玄の周りの女性すべてを管理する存在であったといえ、信玄は、三条殿の同意なしには、他の女性との間に子を作ることはできなかったのです。三条殿は、自分の息子の武田義信を中心に、信玄の後継体制を完璧に整えていましたが、三条殿と信玄の構想が崩れる原因になったのが、1565年の義信謀反事件です。義信が敗着されることとなるこの事件の原因は、今川氏への対応をめぐる対立、家臣団の世代間抗争、家督を譲られない義信の不満など、様々な説が語られており、真相ははっきりとしていません。義信は、甲斐東光寺に幽閉となり、嫡男の地位も剥奪となりましたが、信玄は義信を殺す気はなかったと言い、義信は、2年後の1567年に病死しました。三条殿も、義信の命こそ守れど、嫡男の地位の剥奪は覚悟していたとされ、この後、信玄と三条殿は、新たな嫡男選定に苦労することとなります。残っていた三条殿の子、劉邦は失明していたため後継者足りえず、別妻の子の勝頼か、妾の子で、最も年長の仁科盛信の二択を迫られました。義信が亡くなった1567年に、勝頼と同じ別妻の子で、母の熱情庵の娘も存命の、七男、武田信清が幼くして出家させられており、別妻の子は後継者候補から外す姿勢を見せています。義信が亡くなった時、勝頼は21歳で、武田一門衆の筆頭として戦場でも活躍していた一方、盛信は10歳前後と、元服前で当主としては幼く、経験不足でした。しかし勝頼は、出生時から、三条殿の子より格下とされており、国衆の高藤諏訪氏の当主となっていたことから、家臣筋から武田氏当主となるのはあり得ず、三条殿は勝頼を後継者とするのに反対したといいます。結果、三条殿の管轄下にあった、五男の仁科盛信が後継者として考えられたとされ、信玄の同母弟、武田天球信繁の娘と盛信の婚姻が、義信死後に組まれました。そもそも、仁科盛信は、当初は武田氏一門に与えられる信の字を頭につけて信盛と名乗っていたとされ、
信玄の実の姪にあたる女性と結ばれることで、妾のこの森信を武田氏嫡流にしようとしていたとされます。しかし、1568年末から始まった駿河侵攻が、北条氏の介入で長期化し、徳川家康との敵対関係になる中、幼い森信を後継ぎにできる状況ではなくなり、信玄は経験豊富な勝頼を後継者に考え始めます。三条殿は武を相続して久しい勝頼が武田氏を相続するのに抵抗を見せたとされ、ついに勝頼を後継者として承諾することはなかったと言います。仮に戦局が安定すれば、森信を後継者とすることもあったかもしれませんが、北条氏との戦いは続き、後継者問題が決まらないまま、1570年、三条殿は49歳で亡くなりました。森信派であった三条殿が亡くなっても、問題の多い勝頼の後継者就任に、信玄はなかなか踏み出すことができず、勝頼が後継者に決定するのは、三条殿が亡くなって1年以上経った、1571年の末のことでした。この頃は、北条氏との抗争同盟が復活し、信玄が徳川家康との戦いを意識し始めた頃で、信玄はこれと前後して、室町幕府将軍の足利義昭に、勝頼の官家と義昭の一時の受領を申請しています。しかし、義昭から一時をもらう交渉は成功せず、勝頼の出自の弱さを解決することができないまま、信玄は1573年に亡くなり、勝頼は息子の信雄が成人するまでの陣代という不完全な形で信玄の後を継ぎました。森信は西名家に養子に入り、勝頼が武田氏の実質的な当主となったものの、三条殿の懸念通り勝頼は家中統制に苦労し、武田氏は滅亡への道をたどっていくこととなるのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは、Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。